出てきました。今容疑者の少年が出てきました。君らの仕事は容疑者の家族の保護だ。家族の保護って何ですか。それお兄さんに手伝ってください。容疑者の妹、そして彼女を守る刑事。何よあの人たち。ここにいることはネットに。ご遺族は犯人の家族にも罪を償ってほしいと思ってる。死んで償いと思ってる。早く兄貴のこと引き出せ。俺にはもう人を守るなんてことはできないんですよ。どけよ。なんでみんな私のこと取るの。世の中だ、誰も守っちゃくんないんだ。僕らね、鬼畜のような男のせいで全てをなくした。犯人はいつか町に帰ってくるが、うちの子は帰ってこない。お母さん、ただよ、救急車、救急車呼んで。なんでよ、なんでこんな目に遭わなきゃいけないの。お母さん、突然壊された平和な日常、傷ついた二人の行く先に希望はあるのか。沙織、いいか、君が家族を守るんだ。家族を。そうだ、生きるんだ。誰も守ってくれない。